してるよこれ。そう、あの落ちてるの集めればいいんだわ、うん、大きくてね。こんにちは、石狩市役所農政課の川村です。石狩市では石狩農業の今、そしてこれからを見据えて石狩の農業を支える仕組み作りを考える企画がスタートしました。そこで石狩農産物エキスパート講座の卒業生を中心に石狩食と農の応援隊という組織を立ち上げ、会議を重ねています。今年は落花生に注目しました。70% は本粒菌で作られる。だからやってる窒素3キロっていうのは大体全体の 6% ぐらい。あとはもうこの根粒菌によってこの落花生ってなってます。ですから、まあ、肥料はそんなにかからずに、立派にこうやって豆がなるっていう。でどのぐらい咲くかっていうことなんですけれども、大体200から300え、そんなに咲いてないし、そして実際は咲いた。で砂を落としてここに持ってきて、でそこで2人組で縛っていただければと。これも適当でガッツリしてます。ただこれがですね、木にちょっとかけるんですね。こういう状態で。同じぐらいのやつ。自分でできる？できる。自分の方いい。何？外して持ってくのかい？賢明だね。根まで育てる。すぐ取れちゃったけど、これ外れるのね、割と。脂肪分。その脂肪分の。これを一回下げてみんなで食べて、食べてどうだろうか。はい、はい、これ4キロです。ごめんなさい。蹴って。僕かけるかかるかい。これかけていい？あ、これ誰のだろう。かやさんの。何？いくらいい？落花生作るのは初めてだったので、落花生がどうやって根にこうぶら下がってるもんだって私ずっと思ってたんですよ。だけど実際に作ってみると、花が咲いて花の中の雌しべが受粉して伸びて地下に降りて土の中で実をつけるっていうのを初めて知りました。だから、あ、さすが落花生っていうあの漢字の通り、土の中に落ちて花が落ちて実がなる。あ、落花生ってこんなんだと思いました。普段ただスーパーで買って食べてるだけとは違って、自分で取って取りたてを茹でて食べるというのはすごくなんでしょうね、ためになる作業でした、うん、あと茹でた落花生はもうお酒のおつまみに最高だと思います、はい、11月16日に石狩食と農の未来づくりフェスタを開催します。
石狩食と農の応援隊になろうというタイトルで、石狩農産物と農家のファン作りがテーマになっています。第1部は3人の方をナビゲーターにセミナーを開催、第2部は消費者と生産者の交流会ということで、札幌耐久や落花生などの試食があります。なお交流会は参加費500円となっています。場所は市民プール2階、午後1時半から開催です。11月16日のイベントに参加して、あなたも石狩食と農の応援隊になりましょう。